結局、ストリードの連携、押しない創作には強い独裁性がどこか何か発生するわけで。これ、は、いくら、王の権利、が肯定しても、いやむしろ、だから、それ、は理不尽な、否定をされる。だから、しかし問題は、そういう批判をするパワーが求めるのは、自由。100億円のビルを建てて、それ、が換金できないことに苛立つ何か。映画とかでは、よくある話だ。多額の制作費が回収できない不幸。だが、外部の仮想の依頼だと、お前、俺を誰だと思ってるんだ？その感覚はなかなか消え難い部分はあって。世の人々が求める限りは？皇帝もまた、それはそこにあり続ける。ストリードの連携。それをした創作を、買う、しかない。それが最大の抵抗。神様はいるかいないか、期待されるそれか。ともかく籠池氏もあれだけ耐えれても、お金は、ない。